はい、こんにちはでーす。ってことでね、昨日発表されてたサレーネの新形態なんですけど、大幅に性能変わりました。ご覧ください。めちゃくちゃ違います。もう、バインド付き部封印に、チーム HP、チーム回復に、ウェハース3つですね。に、暖房持ってます。はい、めちゃくちゃ偉い。てかもう、ウェハース3つ持ちの時点で偉いんですよね。で、しかもスキルもめちゃくちゃ強くて、15ターン進化スキルで1ターンヘイストと光花火ね。で、はい、これ進化後のスキルがこちらです。はい、6ターンのスキルで、全ドロップを光ドロップに変化なんで、6ターン花火になりました。めちゃくちゃ強いですね。6体でループですよ。だってこれ。はい、めちゃくちゃに強いです。まあ、6体使わなくても、まあ、数体使えばですね、花火、まあ、いくつか使いながらヘイスト使って、バンバン撃っていくみたいなことができます。めちゃくちゃ強いです。はい。で、しかもリーダースキルも、落ち子なし光12個消しで、28倍激減、500万ダメージなんですよ。落ち込んなしで、しかも光の蝶つなげで、もうこれ完全にね、蝶つなげの光パー来ます、これ。はい。めちゃくちゃ強いです。まあ、マジで意味わかんないですね。はい。めちゃくちゃに強いです。はい。って感じになっております。いや、これがね、一番衝撃を受けましたね。はい。こんな強くないことあんの？マジで。L 字だったんですよ、最初。はい。L 字だったサレーネが、なぜか、上足3つ持ち、蝶つなげ3つ持ち、しかも暖房持ってて、6ターン花火のキャラクターになりました。めちゃくちゃに強いです。はい。しかもリーダーも強いです。ユリアも落ち込んだし。で、12消しで28倍激減500万ダメージ。めちゃくちゃ強いです。はい。ってことで続いてです。続いては新キャラですね。見ていきましょう。まずは、はい、新しい新フェス源ですね。アマテラス&ツキヨミ見ていきましょう。こちら、バインドスキブ3つに、バインドスキブ3つですね。はい。で、変身です。レアリティは6だ。あ、星6フェス源ですね。新しい星6フェス源。で、24ターン変身、消せない場合の覚醒無効と HP を全回復、アマテラス&ツクヨミに変身です。はい。で、光の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が210倍、ドロップを消した後、回復力 ×10 倍の HP を回復です。はい。で、次、こちら。はい。アマテラス&ツクヨミ。こちらがバインド指、ドロ強ロックに樹脂3つ、4つか。4つです。めちゃめちゃ火力高いですね。はい。で、5ターン変身。じゃあ5ターン、5ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効を全回復。5ターンの間、指が5秒延長、全ドロップを強化ですね。はー、なるほどね。5ターン消せない場合の覚醒無効回復と指回復とドロ強するんだ。結構優秀だね。はい。かなり優秀ですね。で、光闇の同時攻撃でダメージを 78% 軽減、攻撃力が27倍、4コンボ化3ドロップを消したとき、回復力 ×15 倍の HP を回復します。まあ、リーダースキルはそんなに強い感じはしないけどね。ドロップ消した時に回復力の15倍の HP を回復するのがどれぐらい強いかわかんないですけど、そんな強い感じはしないかなという気がします。はい。まあ、そのなんか、ウルフデータの 40% とかそのレベルで回復は多分できないと思うんですよね、15倍だと。だとちょっときついかなって感じはしますね。はい。まあ、でも、激減、あ、でも、んいや、どうだろうな、15倍でしょ？激減、激減とかだったら、まあでも、HP8 割回復とか多分できないよね、回復力の15倍じゃね。はい。どっちかというとサブ性能ですかね、こちら、ツクヨミ&アマテラス&ツクヨミはね。はい。かなりサブ性能高めのキャラクターかなという感じがしますね。はい。回復もできるし、火力もできるし。はい。さあ、で、続いてです。続いては、どこですか？はい。続いてはこちらですね。いっぱいできてるけど。あ、これですね。ツクヨミ&アマテラス。アマテラス&ツクヨミの武器3種類ですね。まずこちら、回復ドロキを指2秒、8ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効を全回復。8ターンの間、指が5秒延長、全ドロップ強化です。うん、強いね。まあ、普通ですって感じ。普通に強いねって感じ。次こちら、はい。神タイプ追加、スキブ、回復ドロキを追い打ち、チーム HP、光軽減。13ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効と HP を全回復2ターン変質と。これ強いね。スキブ回復ドロ強チーム HP2 ターン品質と消せない場合の覚醒無効 HP とは全回復はさすがに強いですね、これは。持っておいた方がいいかもしれないって感じ。はい、持っておいたら安心かもしれない。使いますね、多分。これは使います。特にね、回復ドロ強を持ってるキャラに遅延とかつけたりとかするので、雪村が強かったりするんですよ。スキブ回復ドロ強3遅延の雪村が想像以上に使われてるんで、多分この2ターン品質も使われると思います。強いと思います、かなり。はい、で、次です。こちら。え、樹脂武器じゃん！樹脂武器です。はい。4ターンのスキル。です。指が5秒延長。で、全ドロップ強化ですね。あら。あらららら。樹脂武器です。しかも、全然デバフない。3ターンのスキルっていう短いスキルだけど、まあ、それ以外特に悪いとこないですね。樹脂武器ですと。はい。あー、大目玉ですね、これね。はい。やば。樹脂武器か。はー。結構、普通に出始めたね、樹脂武器が。でか。はい。次です。
次は、あ、堕天使ルシファーです。堕天使ルシファー、これですね。はい。こちら、堕天使ルシファー&、なんて書いた？なんて読むの？わかんない。まあ、ルシファー、ルシファーですね。はい。バインド封印スキブ肉を24ターン変身、3ターンチンしながら変身します。で、リーダースキルが光か闇を5個繋げて消すとダメージを軽減10倍。ニコンボカさん、悪魔と神タイプの全パラが2倍です。なるほどね。まあ、2倍軽減ですか。で、レアリティは星6ですね。星6フェス限と。はい。で、こちらです。堕天使ルシファー。バインド封印指、浮遊樹脂印4つ、十字ですね。で、5ターンのスキルで HP が1になる。で、2ターンの間ダブル吸収、全ドロップ6解除して、光闇回復に変化の三色陣と。なるほどね。5ターンで2ターンダブル吸収スキルか。あと6解除陣持ってんだ。結構強いですね、これまたね。しかもさ、火力すごい高いよ、これ。浮遊樹脂4つ十字じゃん。え、ね、浮遊樹脂4つ十字ってさ、もう、ダブルでデータガンダムの変身後と同じぐらい火力高くない？そんな強いの？もうそんなに？で、強っ。リーダースキルが光か闇を5個繋げて消すとダメージを半減10倍、5コンボカさん、全パラ 2.3 倍ですね。2.3 倍半減です。強くない？強くない？マジで。はい。マジか。相当強いですね、これね。はい、って感じになっておりますと。強いな。はい。まあ、これもまあ、リーダー精度も高いし、特にサブ性能が高いね、また、これも。堕天使、ルシファー、ルシファーもこれ。また、浮遊樹脂4つで、しかも、5ターン、2ターンダブル吸収だから。パティって一緒じゃん。はい、5ターンで2ターンダブル吸収して、6解除して、光闇回復ドロップ作るのはパティと一緒ですね。まあ、チーム HP なくて火力高いから、まあ、全然使い方違うと思うんですけど、第4なるとかじゃなくて、シンプルに、パティの火力出るバージョンとしても考えることはできますね、これ。しかも、レアリティ6だし。いいですね。はい。あ、7か。変身後だから7ですね。あー、いいね。サブ性能高いね、さっきから。はい。で、武器見ましょう。武器こちら。はい。チーム HP3 つたこ焼きに1個ずつと。で、14ターンのスキルで HP1 になるけど、1ターンの間ダメージ無効。あ、ダメージ無効貼れるなら HP1 になってもいいね。で、2ターンダブル吸収です。優秀だな、この武器。チーム HP3 つで、ダメージ無効と2ターンダブル吸収するのか。めちゃくちゃ偉いな。はい。HP1 だってマジで全然関係ないからね、ダメージ無効するなら。ダメージ無効するなら HP1 関係ないですからね。めちゃくちゃ強いですね、これ。はい。で、次こちら。はい。ルシファーの魔王剣。こちら、悪魔タイプ追加、スキブ、神タイプキラー。じゃ、神キラー、攻撃キラーか。いや、強いな。スキブ、神攻撃キラーか。すごい強いですね。12ターンのスキルで2ターンダブル吸収、6解除して、三色陣です。いやー、ちょっと強いな、さっきから。はい。で、こちら。あ、もう一個の武器もスキブキラー二つ持ちだ。神タイプ追加スキブ悪魔キラー体力キラーですね。あ、4000倍ブレスだ、しかも。ああ、なんかもう、やばいじゃん。これ周回で使うよ、こんなん。はい。まあ、裏でね、スキル、ブレス打ちながら、キラーで火力を出していくとか、全然やりそうだよね、これ。うわぁ。ルシファーも強いな。これ新フェス限でしょ？いっぱいガチャ引いてねってことなんだろうね。いやー、マジか。めちゃくちゃ強いじゃん。はい。マジでめちゃくちゃ強いじゃん。そして最後ですね。はい。最後はって書いてある。最後は、ラン&ホルスです。バインド封印スキブ3つ。28ターンのスキルで2ターンヘイストしますと。で、全パラ4、2倍。で、ダメージ上軽減12倍3項目加算ですね。で、こちら、変身後はバインド封印指に浮遊5色強化4つ持ちにガドブレですか。で、2ターンのスキルで2ターンの間操作時間が3秒延長。ロック解除してヒドロップに変化。ヒドロップ強化でした。すいませんでした。はい。どういうことかと思った。はい。ですね。あ、ラーホルアクティだ。遊戯王みたい。なるほどね。リアリティは同じく7だから、星6フェス限ですね。バインド封印、指。5色強化4つって火力まあ高いけど、なんか5色強化って最近もうそもそも他色で5色組むのがだるいっていう風潮あるよね。あ、てか、副属性この付き方初めて見たかも。火属性光で、あ、第3属性と副属性が光。火属性。これめちゃめちゃ見栄えいいね。見栄えがいい。はい。で、全パラ 2.5 倍5色で半減16倍5コンボ加算ですね。あ、2.5 倍半減なんだ。一応クソ強いリーダーですね。ただ、あれ？あ、違うわ。でも結局固定ダメージないもんね。昨日も2倍半、2.5 倍半減いたけど、あれ？後で確認しましょう。ちょっと 2.5 倍半減で5色消しのやついたけど、あれ、固定ダメージあんだっけないんだっけ？もしかしたら相方かもしれないですね。後で確認しましょう。はい。で、武器です。ラー&ホルスのカード。スキブ封印5色強化。30ターンのスキルで6解除して6色陣。5ターンヒスト！スキブ5ターンヒスト！これすごいな。
はい。いや、マジで強いな。はい。マジで強いじゃん。マジか。なるほどね。まあ、スキブ封印5色強化で5ターン変装でめちゃめちゃ強いっす。ああ、5ターン変装2個目ですね、パズドラ。ヤマト以外。ワンピースのヤマト以来2体目です、これ。しかもスキブ持ってます、こっちは。だから実質スキブ6ですね。バケモンです。そしてこちら。はい。ラーのペンダント、スキブ暗闇完全体で雲。で、18ターンのスキル777万固定ダメージかける3です。いやー、強いですね、だいぶ。スキブ暗闇雲ね。そして、いや、強いな。あ、マジ武器強いな。そしてこちら。はい。チーム HP3 つ4色強化。いやー、強いな。HP 盛りと火力盛りね。で、ロック解除して操作時間が 1.5 倍全ドロップを強化です。いやー、強いですね。はい。って感じになってます。じゃあ最後にちょっと、ラーの相方にあいつが入るのかどうかだけ確認しましょう。2.5 倍半径昨日いたんだよね。こっちだっけ？あ、これですね。はい。あ、これ大事持ってたわ。こっちね。あ、じゃあダイヤ&ネイガチャドラ&ソニアガチャドラの相方にできるね。5色ダメ、5色で半減4項目加算固定値ダメージ20倍。で、全パラ 2.5 倍。ドラゴンとマシンタイプか。ドラゴンとマシン、さっきのラー持ってないかも。持ってた？こちら。あ、持ってないわ。あ、じゃあちょっと相方とは違うのかな。はい。紙タイプの全パラ 2.5 倍だから。あ、ちょっと噛み合わないみたいですね。はい。すいませんでした。相方ではないみたいです。はい。まあ、ってことで以上です。いや、マジ武器が強いわ。とにかく。で、本体も強いもんね。はい。サブ性能すごい高いですね。はい。ってことで以上です。もしよかったらね、感想コメント、性能に関するね、感想コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。バイバーイ。樹脂武器。バイバーイ。